ス37歳、ウルグアイ代表からの引退を発表。ルイス・スアレス、2日の試合前会見にて、自分でも言葉にするのは辛いけど、金曜日が代表チームでのラストマッチになる、この決断について考え、分析してきたけど、今が適切な時期だと思った。最後の試合も、2007年にデビューした時と同じように、19歳の少年だった頃と変わらない思いと熱意を持ってプレイする、自分の人生を捧げるつもりだよ。僕はそう教えられてきたからね。僕は37歳で、次のワールドカップでプレイすることは非常に難しいと感じた。決して、怪我や代表チームから呼ばれなくなったとかではなく、僕の意思で代表を引退するんだ。スアレスも代表引退か、もう37なの早すぎ。0809以降のリーガでメッシ以外でこれだけ得点をアシストを同時獲得した偉大な選手、スアレスが全盛の時に今ぐらいウルグアイが強くなって欲しかったです。カバーニの次はスアレスか、現役ではないけど、代表引退ってのも寂しいな、最後の南米予選ホームでの優待、活躍してほしいね。自分がまだワールドカップぐらいしか見てなかった頃にバリバリやってた選手たちがどんどん代表引退していく。最近は代表引退が本当に多い、カバーニも代表引退してるし、ウルグアイ代表も一時代の終わりだね。むしろまだ現役を続けられているということに驚き、膝かなんか怪我してて毎試合痛み止めしないと無理って言ってなかったっけ。今夏のコパアメリカ準決勝コロンビア戦で相手サポーターと乱闘騒ぎを起こしてしまったヌネス、ベンタンクールらは出場停止処分を課されており、スアレスの最後の試合に出場することができない。何が悲しいって、ヌネスがスアレスの引退試合に花を添えることができないことだよな。ヌネスはコロンビア戦の乱闘で国際試合しばらく出られないのか、この裁定は本当に納得いかないが、こんなとこにも影響が出たんだな、スアレスの引退試合なのにな。スアレスの後を継ぐのはヌネスなのに、最後のピッチに立てないのは最悪すぎる。スアレスのウルグアイ代表引退は本来ならお疲れ様ありがとうなはずなんだけど、コロンビア戦の制裁のせいでヌネスもいねえ、ベンタンクールもいねえ、アラウホもオリベラも、なんならヒメネスもおらんのにスアレス引退すんの勘弁してください、カバーに復帰してくださいまで思ってる、泣いてる。せめてみんなの失定処分終わるまで待ってくれないか。